まあ、そのゲームプラン通りにしっかりボール持ててると思うので、まあ、こう使った意味っていうのは非常に大きいなって感じしますよね。他の選手たちとうまくつながることができればと試合前も話をしていましたが、まさにそういったプレーを見せています。バングラガンで低いクロスを入れて長友右足決めた。代表復帰の長友佑都が決めました。 FC 東京先制。前半の28分、自らの代表復帰に花を添える見事な今シーズン。こう縦パス渡しで抑えた中川、右長友クロス、ゴール空いている、バングラガンでシュート、決まった。3点目を奪いました FC 東京、バングラガンでカシーフ、サポーターの前でガッツポーズ、喜びを爆発させています。3対0。シュートも素晴らしかったですけども、まあ、結果的にですけども、まあ、サイドバックからサイドバックっていうシーンだったと思う。狙ってきたー、山田風紀また決めた、また決めました。今度は遠目から、開幕戦は右斜め、そして今日は遠目左、見事フリーキック直接沈めています。山田風紀先制したのは東京ヴェルディです。驚きましたね、このフリーキックは。かなりこう距離あったんですけれども、25ぐらいありましたね。さあ、クルークス、左足、まだセレッソです。今度はマイクマだ、マイクマのボール、懸命に振った、ブエノテクニシャンぶりを見せました。小木監督もこんなシュート、こんな武器を持っていたのかブエノという、そんな表情にも見えます。池田、関根、岩尾です。さあ前田直樹ずらして前田だ、は左で展開していきます。今シーズンリーグ戦初出場の矢口から一人かわして中に運んでいきます。田口が中央でまたゲームをコントロールします。右サイド低いボールできた、小森前を向けるか、シュート、先制は千葉。素晴らしい流れる攻撃でしたね、今の攻撃。クロスボールも低い足元を狙って、そしてうまく収めて前を向きました、小森ヒーローです。ここの田口が外にボールを回します。ここは中を固める徳島です。左が空く、石井から中、ヘッドはどうか、落としたところ、シュート、入った、コーナー、コーダはこれプロ初ゴールになります。 J 初ゴール。今宮本が失わなかったことからこのマイボール続いています。片野坂監督はかなりアグレッシブに指示を出している。さあ山原が前進する、山原がまだ行く、右足で振り抜いた、右足、強烈な一撃がゴールに突き刺さりました。大卒3年目のサイドバック山原レオン、今シーズン2点目。宮崎のセンターバックです。左に吉田、右に青山、走り込んでいく、10番島田フリーになっている、中2人かわした、引き足左、先制で中点からだ、島田慎太郎、一瞬の飛び出し、剥がしてかわして、そして左に開いているのは近藤です。近藤前に送って横山ワンタッチでかわしていく、
さあエリアの中だ、横山、横山のシュート、先制 FC 今治。今日 J リーグ初先発の横山夢樹、 J リーグ初ゴール、横山夢樹やりました。2024年3月16日土曜、高卒